仏教では、五法全身の一尊で、天竜八部衆の一つである。漢訳は、人否忍、疑心、過心、学心で、金柱、剣柄、マダラとも音舎される。サンスクリット語では、金柄だが、タイ語、インドネシア語、英語などでは金柄で、日本でもかなで表す場合は主に金柄である。漢字ではあまり区別しないが、女性の金柄は、 サンスクリット語で、キンナリー、タイ語、インドネシア語、英語などで、キンナリー、キンナリーと呼ぶ。現代のインドにおける、ヒジュラー及びその共同体では、彼らの制御である歌と踊りに秀でていることから、キンナラと多少されることを好むとされる。キンナラは、音楽の神で、特に歌が美しいと言われる。ヤシャと共に、ブラフマーのつま先から生まれ、 カイラス山にあるクベーラの展開で、学士として、音楽を奏でているという。キンナラは、犯人半馬であり、馬頭人信とも、人頭馬信とも言われる。キンナリーは、美しい天女であり、時折地上に迷い、水浴びなどして遊んでいるという。タイなど、東南アジアでは、キンナリーは、犯人半長で、下半身が鳥に似ている。 神にも人にも畜生にも鳥にも当たらない、半身半獣の生物とされるためニンピニ人とも言う。漢訳で、ピニ人、疑心とされるのは、サンスクリット語で、奈良に由来するという説もある。仏教においては、ケンダッパと同様に帝釈天の眷属とされ、八部衆の一人に数えられる。また、密教では、太蔵界曼ラの外混合部員北方に、 廃せられている。また、大樹金奈良書門、教一に、香山の大樹金奈良が、釈迦仏の前で8万4000の音楽を演奏し、真か歌唱が、その妙なる調べに、本来の気象や意義を忘れて立ち上がって踊った、という故事は有名である。金奈良は、少林寺で、昆風信仰として祀られる出身であり、少林寺には、金奈良王を備える場所がある。 カナンフ氏によると、現代、少林寺には、とある水事上の雑務を務める行者があり、彼は、髪の毛そらず、裸かせ、裸足で手に、いつも焚き付け用の棒を持っていた。黄金軍が少林寺を撃った時、彼は、突然数十条に伸び、自分を、金なら王と名乗った。黄金軍は、これを見て慌てて逃げ出した。その後、この行者も成仏した。 少林寺の僧侶たちはこれでようやくこの行者は、金奈良王の化身と分かり、彼の素像を作り、金奈良殿を増築した。彼は、寺の御法柄菩薩となっている。行者、中国の関伝仏教の修行者、髪の毛剃らないくても大丈夫。一般人は僧侶になりたいなら、まず、行者となり、寺で老役を務める。認められるから僧侶になれる。ありがとうございます。